中村康氏は、日本の政治家、元自由民主党衆議院議員。東京都、練馬区、豊島区出身。衆議院議長、法務大臣、建設大臣、自民党総務会長、自民党政調会長等を務めた、中村梅吉の長男として生まれる。1944年に、東京高等市範学校付属国民学校、1948年に、 同附属中学校、1950年に東京教育大学附属高等学校を卒業。同級生に、藤井博久、宮脇大介、石井進、高品修二、富山雄三、羽賀通る、平川助弘、村岡宏となど。1956年に、早稲田大学第一法学部を卒業。その後、20代後半で会社を設立し、 建設資材、輸入防衛企業を営むと同時に、松田竹千代文部大臣秘書官、東龍太郎東京都知事特別秘書役、父、梅吉の大臣秘書官等を経て、1967年1月、第31回衆議院議員総選挙に、東京都第9区から無所属で出馬し落選。1976年12月、父、梅吉の後継者として、 第34回衆議院議員総選挙に東京都第5区から自民党公認で出馬しトップ当選。1986年7月の第38回総選挙まで連続5期当選。1990年まで約15年間衆議院議員を務めた。主に行政改革、文教の政策領域で活躍。自由民主党では中曽根派に所属。 行政管理政務次官、文部政務次官、衆議院文教委員長、同院決算委員長、自民党調査局長、自民党東京都連幹事長等を務めた。とりわけ、鈴木、中曽根内閣時の行政改革では、浦林長の一員として、参謀役の瀬島隆三らとその舞台回しに関わった。また、中曽根首相の命を受け、 文部政務次官として、京都の国際日本文化センター設立に深く関わり、実現し、初代所長となる哲学者、梅原武志らとの信仰を深めた。1990年の第39回総選挙で、社会党ブームの高沢虎尾と、この選挙で、初めて自民党公認を得た、小林幸喜らの公人を廃止時点で赤敗1993年の、 第40回総選挙では、日本新党、新政党などの新党ブームで苦敗を舐めて落選。1996年の第41回総選挙では、自民党の比例名簿に搭載されたが落選し、政界引退。君二党局実、重光明助君。聖四人。2017年10月19日、人不全のため、東京都内の病院で死去。 85歳没、高橋京、信仰の神組手。1990年の周期大祭に出席し、祝辞の中で、同年6月に研修を受講しお見玉を受けたことを、報告。長男の両手に金粉がいっぱい出ているのです。と不思議な体験を語っている。ありがとうございます。